教職場を退職して私もしたが人生の夏休み、わあお疲れ様、よく頑張ったね。僕が仕事休みの日に限って公園に家なくんでない。大学生って夏休み長い短い、どうなんだろう、普通じゃないかな、高校と変わんない気がする。ジルの新作会が一家に来てほしい。え、どんなんや。ママね、もう鋭い、別にどっちでもいいよな、ほんま怖いわ。ひなに会いたいんですけど。Me too。ということは8月公演出るんで、それは出ますよ。こんばんは。やなの握手会。ネギネギ。なんちゃんこんばんこんばんは。8月ゆなに会えなかった僕とける、たくさん声に出たいと思います。雲は駅中さん、セットクリームありがとう。8月の目標はですね、そう美通級、そうなの、ゆな普通に出れたんですけど、あのなんかね、残り B2 少ないからいろんな子出したいらしいです。こんばんは。なんでユナは N さんにでも出ようかと思います。ナンバラエティとか。こんばんは。ユナ一応全部出れるので、僕ユナくんよりツンデレ、なっちゅんちゅん、かき氷ありがとう。8月の目標、今の100万ユナさん好きになる。ユナね、あの8月の目標はマジで痩せる、もうな、強い意志を持って痩せようと思って、去年の9月の生誕祭が一番まあピークだったんですよ。で今はまあその時よりは減ってるけど、マジで痩せてもっと可愛くなって、マジで自分磨き頑張ろうって思って。こんばんは。いやマジで8月は痩せれると思う。頑張る、本気で頑張る。もう十分かわいいのにだって。ちゃんとね、残すもん残して痩せたいと思う。みんなに好きって言われるお尻とももちゃんは。なっちゃんちゃん、ソフトクリームありがとうございます。やとくんかわいい、ありがとう。いや嬉しいです、ユナなんかさグラビアやって、なんか女性の方もユナのグラビア好きって言ってくださる方、今日
今日じゃないわ、そう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 、なんか前も言われた、こんばんは、ふっちゃんソフトクリームありがとうございます。あとギターもっと上手くなる、やっとねジェルネイルやめて普通のネイルに変えたよな、めっちゃ綺麗でびっくりした、嬉しい。けどさ、なんば笑顔開花宣言とかのさ衣装さとかあんま分かんないんですよ、なんか骨格的になんかあんま分かんないよねグラビアでしかなんか見せれないけど、こんばんは、アイドルの衣装着こなせれるぐらい痩せます、こんばんは、ゆきにゃんにゃん、かき氷ありがとうございます、こんばんは、やせたらチンにジッパー、いやいやジッパーは今でもできる、だってのお腹細いもんいやな、自分の見せ方してるから素敵、せやマコカメラ、マコがカメラ撮ってくれたやつ見たらめっちゃないろんな表情してて、自分で自分を好きってなりましたユナのいいとこってそこやんな、表情がいろんな表情するとこ、こんばんは、そんなこんなでなんか自己肯定感爆上がりになってるので長川くんどうぞありがとうございます、これからもポジティブをお届けしたいと思います、自分自分で好きって言うの本当って本当嬉しい、赤西くんソフトクリームありがとうございます、そうだよ、ツンデレだよやっと気づいた、見てて楽しい、ほんと？確かに公演中変顔やんの言うなぐらいやんな来た、これから毎日弾こう、3ヶ月アイス立ちしてたのにゆなくん食べててか、ついに解禁しちゃった、こんばんは、ゆなもなんか禁止したいな、お菓子とかお酢？変顔さらされて泣いてるのみんな感じで、いや間違いないやにデレデレ好き肌、こんばんは、
ゆなくんからポジティブ思考を学べて毎日が楽しくなります。嬉しい、吸ってもらえて嬉しい。まあ、なんかさ、ゆなも食べるさこと趣味やけどそれやめて筋トレとか自分磨きを趣味に変えるとか何かね、やっぱ離れたらいいよね、趣味というか好きなことを。なんで皆さんは何かやめる代わりにもっと推し活するとかゆなに会いに行くとか。米はもうやめてる、とっくに。米は基本食べない。とっくさん、ソフトクリームありがとうございます。あというのもう20歳の方、21歳の方法を考えたんです。一つ、いきます。21歳の抱負、一つ目、ネガティブにならない。2つ目、被害妄想を激しくしない。3つ目、文句を言わない。4つ目、前向きに頑張る。イエーイ。に徹底したいと思います。やっぱり人生は楽しんだもん勝ちなんですよ。やっぱり楽しいところに行きたくないですか、皆さん。ってことで一緒に3つ目なんて言ったっけな、3つ目なんて言った文句言わん、文句は言いなんできます。こんばんは。頑張ります。ひろしけくん、ソフトクリームありがとうございます。こんばんは。かしさん、千万里ありがとうございます。たき、つーさん、かき氷ありがとう。こんばんは。やっと夏休み一生、わーい。こんばんは。素敵やね。でもあんまり無理しないでね。優しい、ありがとうございます。しょうまのけんさんタッキーツーさん、ソフトクリームありがとうございます。こんばんは。スラーソーと握手会楽しみやな。こんばんは。
え、今日からテストなの？好きになっちゃった？こんばんは。全部愛してる。いやな、頑張ありがとう。薬師会楽部生頑張ります。薬師会やってほしい。早く前やったん、いつっていうぐらいさ、だいぶ前で。もうあの ハムンドンさん、ハムダンさん、レインボースターありがとうございます。そうですね、前回は5部まで、皆さんのおかげで、おかげさまで、多分ね、前回物足りなかった方もいたんじゃないでしょうか。またユナの YouTube を見て握手会行ってみようかなって思ってくださった方もいるのではないでしょうか。握手会でユナのにいっぱいあるように今めちゃくちゃ節約してる。そのもやしばか食べやんでな。カートもあるかな。楽しみ、ワクワク、ワクワク、アイデア。なんか節約イコールもやしと思っちゃうねんけど、ユナだけ絶対食べ放題言っても、もやしだけは食べへんようにしてるもん、ユナ。ユナくんの握手会は笑顔全力で女神対応。そうです、ワクワク寒かった。握手会なかなか行きにくい状況やけど、行けるように努めます。ありがとう。もやしがなければパンの耳は食べて、なんか聞いたことあるような。もやしと豚肉の蒸し焼き、美味しそう。ヘルシー、ヘルシー料理ですね。ヘルシー料理。もやしナムル？ユナはナムルは普通のナムルが好き、あの緑。コンカフェ行くね、行ってたん？次の握手会もちょろちょろと行く。あ、楽しみにしてます。グローブ買うのやめよう。言ったで。そうなんや。ユナにしか会いに行かないもん。かわいい。よち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 。こんばんは。いや、ニラじゃない。ほうれん草？ほうれん草。ほうれん草のもやしナムルが大好きちゃし、ほうれん草のナムルが大好き。こんばんは。もやしは、もやしは、うん。次はもっと会いに行きます。やったー。わかる、わかるわかる、あれやろ？なんかあんま行かんけど、カムクラのさ、あのニラのやつでしょ、ニラ。今回は関東だけやなく遠征して関西で握手した。なんか最近公園でよく来てくれるの、関西まで。何気になった握手会の初やば。そっか、嬉しい、楽しみにしてます。
なんで今回締め替えないの？一日集中型？めっちゃ偉い、また出演します。待っててください。ゆなあの新公演するじゃないですか。あれも誰よりも早くまたぎしたい。全公演制覇。ゆったらの目標。こんばんは。土曜が祝日来たらまたこれが行きにくい。そうなの？しばさ、なんかあの最近ここがちょっと頭痛かったんですけど、治りました。ほっちゃんかき氷ありがとうございます。前に難波にあったラーメン屋さんの食べ放題キムチ美味しかった？過去形ということはなくなったんですか？そういや明日から生誕 T シャツの予約始まるの。いいの、まだ T シャツデザインしてないけどな。え、してないのに予約始まるの？え、生誕 T イメージまだですね。体操服にしようかな。今年は体操服にして、で、ラジオ体操やりますっていう日みんなでそれ着てやんね。どう？みんなのどっかで赤白帽子も買って。いや体操服一個は欲しいよね。こんばんは。なんでやだやだな。いや去年のシオンのやけど、ユナもなやりたかってん。シオンの後受け継ぐわ。それかどうしよっかな。習字っぽく早川優奈って書いてるやつ、ちょっと考えとく。確かに夢っていいな。やっぱユナといえば夢よな。夢を叶えるユナと書いて言うね。夢おー、こんばんは。NNB で夢ってつく子いたっけ？
れ様です、こんにちは。いや、あのゲン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 、今年の生誕 T シャツは、おお、早川やなで4年連続いいね、それ4年間は絶対いるっていう証拠になるしね、いいやん。やなあっちからやっほー、最低4年押さないといけなく、いや言ったからには絶対押してな。今年は早、あ、俳句いいな、最近の俳句にハマってんねん。ゆなぞう心の俳句こんばんは。全部通じてて草。季語になってたんかな。適当っちゃ適当。なんか何も考えず季語とか。あ、ほんまやな。え、めっちゃいいやん。ピュアランニン T シャツ、 T シャツにすんのいいな。ありありあり。スクショしとこう。こんばんは。そうします。ダーリッチじゃないの、今日は。今日はスナイデルです。トシ君、ラブありがとうございます。そうです、トシ相応にトシ君、かき氷ありがとうございます。こんばんは。17ドス、ほのかちゃん、ソフトクリームありがとう。コスメも可愛そうなんや。確かにな。トシ君、可愛い、ありがとう。ピュアラン認定書いいな。どうぞ、ありがとうございます。ポポ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 、時間ボイ、57分になったらランチにやめます。あ、そうなんや。レナピョンさんが最近、ゆっくんは行く店はスナイデルスとダーリッチとエイミーの3つしか見ないいいな、ハマったらそこばっか見ちゃうから。
売り切れて買えなかったら予約販売の時ってさ、で絶対手に入るんじゃないかな。 T シャツどうなんだろう。仕事なお疲れ。アプレジュールネット？リアル丸亀製麺、丸亀製麺うどん、だよね。予約期間内に予約したら売り切れにはならないみたいなので、皆さんゆったろの生誕ティーで17歳の生誕祭ぜひ遊びに来てください。まあここに来てくれてる方は全員来てくれるということで把握よろしいですか。カツオの何焼きって書いてある毎年色違い認定証にして保険証みたいに更新。なるほどね。で写真だけ変えたらいいもんな。わあ、それもういっちゃん最初から言いたかったわ。顔時代、まあ顔時代それはそれでいいか、それはそれで喜んで来てくれ、なんか落とした、喜んで来てくれる。カツのわら焼きか、夏休みはなるべくちょっと早い時間に配信します。なぜなら早寝早起きを心がけます。かわいい、ありがとう。ゴールド認定者になるいいですね。何時だ、やば、レポート頑張って。13位からは12ゆうすけくん、11江戸川くん、10位周一くん、9位ほのかちゃん、8位山田真希優ちゃん、7位まっさん、6位なべちゃん、5位ひたろ、4位ひろとくん、3位としとし、2位なっちゅんちゅん、そして入る1位はあくにしくんでした。ありがとうございます。あくにしくんにマイゼリフ、3、2、1、あくにしくん夏休みはゆらとたくさん過ごしてね、ウィー、ありがとうございました。おやすみなさい。髪の毛伸ばすんだ、前髪も、前髪も伸ばすことにした当分。把握よろです。ゆなラブありがとうございます。おやすみなさい。チュー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 。明日の、明日お早川ツイートするので